皆さんこんにちは。今日はこのすっぴん顔でムードアイブロウっていう眉毛サロンに行きます。ずっとねもう3年ぐらいお世話になってて、本当に絶対失敗しなくてめっちゃくちゃ綺麗にしてくれるから、もし眉毛の悩める方がいたらおすすめです。場所はね、私初めてなの。ずっとねもう3年ぐらいお世話になってて絶対失敗しなくて、ここかぶ行きます。多分お知り合いの方出てたと思うんですよ。翔平さんですよね。で間に合わなくてその時間は、あ一番最初って言ってましたね。でもすごい楽しかった。やっぱ夕方気持ちくて風が吹いて、あれでも初めて行ったフェスみたいな。だから電車で行ったりするときもあるんで、確実だとか言って、まあ、確かに遅延絶対しなければ車の渋滞は読めないもんね。まあ、では話します。本当めっちゃ久しぶりです。最近はどうやって過ごしたの？最近もう眉毛ノーいじりです。なんかもともと整えてくれてたじゃないですか。だからなんかあの、うんうんうん、そのボロボロブツブツに入ってきたやつたちをあの除去してましたけど、なんかあのこの間ライブしてたら、うん、なんかちょっと眉毛ボサボサになってきてますねって言われて、でスミレさんに連絡しました。ちょっとそろそろもう限界かと思って、はい。ついに言われるようになったらそろそろ行かないと、はい、なんか太くなってきましたねみたいな、なんか極太じゃないですかみたいに言われて、これはもう行くタイミングだと黄色信号が出ている、はい、眉毛完成しました。メイクルームもあってめっちゃ綺麗ですね。メイクします。ブレークもくれるんですね。私が好きなのはザクロで、いつもザクロもらってます。今日は雨もらいました。おはようございます。今ブライダルエステでずっと通ってるところがあって、ブライダルフォトの時からお世話になってるんですけど、ブライダルエステに向かいます。ここは筋膜リリースっていうのをすごいやってくれて、ちょっと痛いんだけど眉毛があるんで、これ行きます。こちらがおさゆで、はい、今日の体型はこんな感じです。ここからもうめちゃくちゃ細くなるので楽しみにしていてください。あいた、あいた、あいた。ここはね、大体皆さん痛いです。こっちそんなに痛くなくなってますね。ここだ、なんか最近多いんですよ、ライブがやっぱり張っちゃってる人が。でも綺麗になりますからね、はい。終わりました。私は今ここに週2で通ってて、ごめん嘘、2週間に1回だ。筋膜リリースっていうもので、凝り固まった筋肉を剥がしてくれて、体を温めながらしてくれるので、ついてる脂肪も一緒に流してくれるみたいな、まあ、簡単に言うとそんな感じなんですけど、実際に通うってなった時には絶対あの説明してくれるので、お話を聞いてみてください。1回で多分効果がめっちゃわかると思います。あの来てくれたら痛いんだけど効果があるから通いたくなります。ぜひ皆さん見てください。じゃあ次行きます。お願いします。こんにちは、お願いします。ちょっと痛いですよね。痛い。
やってることは違うんですけどね。でも痛いって言わないでこのなんかつらさをどこに逃がしていいか分かんなくないですか。そうですね、前日に言おうと思って、うん、あの YouTube 撮りたいですみたいなことを言おうと思ってたのにそれも忘れて寝て、うん、朝言おうと思ったけど電車を見てそれどころじゃなくなって他に電車がないかとか調べたんですけど、うん、ないですね。結婚式やったんでしたっけ。楽しかったですか。結婚式楽しかったです。あげてよかったなと思います。どういうドレス着たんですか。マーメイドですか。私がマーメイドです。マーメイドっぽいですもんね。シンプルな、めっちゃ似合いそう。私マーメイドドレス着たらめっちゃなんか短かった。短かった。体がちっちゃいからね。寸胴になりました。身の調子とかは悪くないですか。悪くないんですよ、うん、多分。もともと大きくなりやすいからちょっとここがあの本当な原因にはなるのでちょっとこっちいる時に見ていきます。はい、行き大時刻したんです。電車が遅延したから出なかったんですけど今日はパラフィーズを受けに行きました。最初に映る映像は整体みたいな感じで体を整えてくれてから顔の手術に入るんですけど、まあ、顔の手術は撮影ができないのでぜひあの興味ある方は実際に手術を受けに行ってもらえたら嬉しいなと思います。本当にねめっちゃ顔がスッキリするし私はあのパラフューズをやって楓さんに出会って本当にあの顔のコンプレックスっていうのがエラだったんだけどそういうのが本当にスッキリするようになってだいぶ変わらせてもらいました。エラとかあと頭痛とか眠れないとかそういう悩みを持ってる人がいたら本当に変わるから体験してほしいなと思います。はい、じゃあ次。おはようございます。今日は美容院に行きます。今日は美容ウィークのこの YouTube の最終日なのでこんなにね詰め込みで行くことあんまりなくて大体バラバラなんだけどこれを撮るために撮りました。まだやってることまつげとかあるんだけど慌てて入れた美容はこんな感じです。まあ、大体美容室行くときはこんなボサボサ頭で行くのでちょっと皆様仕上がりを楽しみにしていてください。カメラ購入しました。こんにちは。はい、ずっと担当してくれてる前田さんです。よろしくお願いします。たくさん撮影してからちょっと前回ぐらい落ち着かせるかあんまり暗くしすぎたくないな。今の色結構気に入ってて可愛いですよね。だからやっぱ落ちた時の色めっちゃ可愛いですけど次またこれに最終形態戻る感じでやってもらいたいです。だから今回あんまり暗くしすぎない。はい、お願いします。ということで私の美容ウィークは以上となります。次は多分結婚式前の美容前日とかで撮ろうかなと思います。じゃあバイバイ。ありがとうございました。また見てください。バイバイ。